あれどこだ？あ、これだ。作家、作家は、あ、大丈夫かな？作家は多いです。ANB 東京。ANB でいいんですよね、これ。エンカウンターズっていう。ANB 東京って、六本木に新しくですね、スペースができまして、東京都写真美術館とか、21世紀美術館、水戸芸ですね。まあ、最近、一番最近行ったのは水戸芸ですけど、水戸芸術館。水戸芸術館にいた、山峰さんっていうキュレーターが、まあ、独立っていう言えばいいのかな、分かんないけど、まあ、されて、まあ、曖昧なこと言わない方がいいな。なんか会社やられてる方かなんかと、が出資みたいなされる形で、スペースができて、まあ、ビル1棟ですよ。で、これすごいですよ。だから、六本木のあの交差点からすぐですよ。六本木の交差点から歩いて1分みたいな。あれ場所にスペースを、作られて、そこでの展示を、初めての展示ですね。だから、まあ、エンカウントね。出会いってことですね。の展示ってことですね。で、ANB っていうのがね、アクセラレーションなんとかなんとかですよ。だからね、でも僕なんかね、これね、ちょっと流行り、名前がね、まずね、流行りっぽすぎてね、ちょっとね、どうかなと思いますよ。アクセサレーション、アクセサレーション、まあ、僕、うまく発音できないやけど、アクセサレーションね、加速主義の加速、加速っていう意味。で、ニコラ・ブリオもね、が、だいぶ前に、あれ、台北だったっけ？国際展でもね、展覧会面に入れたり、展覧会とかね、やったりしてましたけど、まあ、加速主義ってやつですよね。だから資本主義どんどん加速させりゃいいんだっていう話です、要するに。まあいいや。ちょっと適当すぎるけど、まあそういう話ですね。まあそういうまあ思想がありまして、それをに影響されてるんだろうと思うんだけど、まあ僕は別か、そう、あんまり僕は加速主義は、別に大して面白いとは思わないし、っていうか僕ね、その発想ってすぐ生まれてきますよ。いや、加速ね。加速の発想ってすぐ生まれてきて、それね、なんでかっていうとね、僕ね、ヘーゲル読んだらね、誰もがね、すぐに想像すると思う。ヘーゲルって、あのヘーゲルよ。で、精神現象学ね、の中で、精神現象学の中でっていうか、ヘーゲルの思想って、こう、要するに二項対立っていう、プラトン的な二項対立から、そのもう一個足すとどうなるかっていうと、こう運動が始まるってことですよね。くる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 運動が始まるっていう感じなんですよね。なんだけど、だから精神現象学の一番初めに、あとまあ、種があって、成長して花がになって、で、またこう死ぬんだけど、その時には種が落ちて、で、また生まれるって、こう繰り返しの運動っていうことですよね。で、この3、まあだから、まあ、即時対時っていうのがあって、だから A 対 B っていうのが二項対立であるとすると、その A と B がボン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 こう二者がこう、なんていうかな、こう、行ったり来たりし合うわけですね。こっちがいいかも。いやいや、こっちの方がいいんじゃない？こっちもみたいな感じで、キュン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 入れ替わってたら、いつの間にかですね、アウフヘーベンして、第3の答えが出てくるっていう。考え方なんですね。で、これがアウフヘーベンなんですよ。仕様ってやつですね。で、これどう考えても、これ、だってこれを僕読んだときにすぐ思いましたよ。なるほどなぁと。ということは、これは加速させればいいんだなっていうふうにすぐ思いましたね。だってそうでしょ？加速し、だってアウフヘーベンのイメージってそういうイメージだと思うんだよね、僕。なんかね、雲みたいな感じなの。ていうかね、その例使ってたと思うんだよな、確か。ヘーゲル自体がね、雲みたいにブワーンっつってね、キューンって上がっていくみたいなイメージなのよ。なんか。いや、だから、そうなのよね。だから、こう、くる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 回っていったらいつの間にか、ぐわーっと上に上がっていくみたいな、そういうイメージなんですよ。まあまあ、明らかにそういうイメージを持ってたと思うんだけど、だから、別に加速主義ってそんなに新しいの？だからね、正直、
僕もなんか超加速主義特集とか読んだ、あの現代美術、現代思想のね。だけど、読んだっていうか、まあ、多分そんなもごめんなさいね、真面目には読んでないです。ごめんなさい、読んでないと言ってもいいかもしれない どっち で、まあ、その加速主義の本とか読んでないです、ニック・ランドとかですか、別に読んでないんですけど、ごめんなさいね。だからあんまり興味がないっていうか、なんかヘーゲル読んだ方が、ヘーゲル読み直そうかなって思ってるみたいな、最近だから。そういう感じなんですけどね。やっぱヘーゲルはね、ヘーゲルって意外となんかね、なんかね、言及されないっていうかね、なんか地味な感じになってるんだけど、それこそ現象学生んだのはヘーゲルだし、ね、精神現象学、現象学でフッサルね。で、それがなかったらハイデがいないわけだし、やっぱヘーゲルすっげえ重要だと思うんですけどね。まあ何言ってるかよく分かりにくい人ですけどね。まあでも、すごい、まあ、力があった人だし、結構最近の人だしね。ね、プラ、うん、まあいいや、プラトン、いいや。すいません、ちょっと違う話になったけど、はい、ということで、ね、これだけ作家いるんですよ。これ、あの、ただ単にコピペ、僕はあの、写真の資料用にあのコピペしただけなんですけど、ネットからね。まあ、これだけ作家数がいまして、まあ、かなり僕知ってる作家が多いな。知らない作家もいますけど。まあ、直接の知り合いもたくさんいるしっていう感じなんですけどね。で、先に言っとくと、僕、これで全部で4個展示がありまして、それも見ながら話した方がいいか。あれ、どこにあるんだろう。これの資料はさすがにどこかにあると思うんだよな、俺。あ、でもこれはちょっと申し訳ないけど、まあいいか。ごめんなさい、あの4人、4個展示がありまして、ね、一つはね、まあまあ、でも一個一個はいいか。一つは、布施琳太郎と、アーティストのね、あと、吉田山くん、吉田くん、あれなんていうスペースだっけ、フレッシュか、フレッシュっていうスペースをやってた、ここでも紹介しましたよね、確か。吉田くんと、布施琳太郎の展示。それから次が、あれってキュレーションになるのか、メス。だから荒井武と谷川かなえちゃんの、で、あとまあ、旧、方向旧ね。まあでもあれ、キュレーションっていうのかな、ちょっとわかんないけど。ですね。で、もう一つが西、あ、ごめんごめん。それが西田くんだ。ごめんね。ごめん、西田くん。終わり、西田くん。ごめんな。西田敦くんね。西田編集長っていう名前でやってる西田くんの、展示。ですね。で、他なんかあったっけ？他は誰だっけ？あ、山形くんとこが誰がやってんだっけ？あそこって誰がキュレーションしてるの？ごめんね。申し訳ない。で、ただね、僕ね、これね、今ね、検索しちゃうとすっげえ重くなるんですよ。で、ちょっと放送が切れちゃうんで、すいません。作品見ながら確認しましょう。一緒に。行きましょう。前から行きましょう。で、まずですね、布施琳太郎と、吉田山。吉田山っていうの？吉田山くん。吉田山ってですね。で、楕円の作り方っていう、展覧会名でやってましたね。で、今気づいたけど、これ英語名が全然違うな。で、まあ、布施琳太郎。これ、だから長嶋さんの、自撮りなんですね、これね。あ、そっか、俺今気づいたけど、布施琳太郎がこれをすごい重要だって、あ、分かった、これ。布施琳太郎が重要だって言ってた理由がだんだん分かってきたぞ、俺。これが重要だったんですって、これ自撮りなんだけど、これ多分ね、
あれじゃない？あの新海誠の天気の子のあそこの坂じゃない？あの日暮里かどっかの。違う？これそうじゃないかな。だから重要だって言ってたんじゃないかな。今ふと気づきましたね。というのがね、僕ね、あんまりね、喋らなかったのよね。あの、布施凛太郎とも。この珍しい、それってすごい珍しいことなんだけど。というのがね、まあね、展示全体の話をしながら行くとね、あんまりね、正直ね、僕ね、面白くなかったんだよね、この展示。ごめんね。で、それなんでか、別にね、俺ね、作品が面白くないわけじゃないのよ。作品が面白くないんじゃなくて、やっぱさ、なんかさ、新しいスペースが出たからできて、しかも六本木で一棟丸ごとで、やっぱなんか祭り感がある感じするじゃないですか。祭り感が、なんかね、祭り感を感じなかったんだよね俺。いや別に祭りじゃなくてもいいんだけど、じゃあ祭りじゃないんだったら、その本当に新しい作品みたいなものが欲しいのね。だから一言で言うとね、なんかね、テンションが緩いっていう感じがしたんですよ。なんかそれは作家っていう、まあ何なのか分かんないけどねっていう感じがして、どうもね、どっちでもいいんですよ。だからテンション高かったら高かったで六本木すぎるわっつって俺批判したとは思うんだけど、まあそうですね、はい。でこれはですね、ナゼさんとヤンツーさんのコラボだと思うんだよね。で、この中の変、この何書いてるかよくわかんないやつ？これは機械で書いてるわけね。機械。ウィーンってこう機械が動きながらやると。でこれがヤンツーさんですね。で、ナゼさんがその上から、それに、その機械ね、横にこう、なんかね、横に移動、ギューと横に移動しながら絵を描いていくっていう機械があるんですよね。ヤンツーさんが作ってるね。で、それに乗って、ナゼさんがその絵を描いていくっていう、そういう作品ですね。はい。あ、これは、ね、映像で、まあ、見れるようになってるって。これが機械ですね。こう、あ、ていうか、これ自体が機械か。で、まあ、その上に乗って描いてたっていう、こういう感じですね。まあまあ、こういう。あ、これ分かりやすいですかね、ちょっと。ここに人いますよね。こうやって描きながら。これは機械が描いてるわけです。まあ、機械との共同制作みたいな作品かな。んこれですね。あれ、これは落合スクリプカ流アナで、で落合さんについても、僕は喋りましたよね。それのこれは、ね、結構ねかなり大きい写真なんですよ。で片方がルーマニアで片方が日本、こっちが日本かな、こっちがルーマニア、あですね、あどっちだろう、多分そうで、あそうですね、あそうですね、これ学ラン着てるからね、うん、っていう、集合写真に、ビニールを縫い付けるっていう、そういう作品ですよね。これは僕は前回かなんかに喋ったので、ANB はオルタナティブボックス東京の略なんだ。あ、ごめんごめん。アンビーって読むんだ。ごめん、西田くんありがとう。ANB の略は失礼しました。間違えてました。ANB の略はオルタナティブボックス東京。で、運営が一般財団法人東京アートアクセラレーションということだそうです。失礼いたしました。ごめんなさい、西田くん。訂正ありがとうございます。ですね。で、これが落合さんの、作品で、まあ、これについては結構あれ、なんていう展示だったっけ、ブレイク前夜か、ブレイク前夜っていうテレビ番組のについての展示をやった、時のに話しているので、まあ、そちらで見ていただければと思いますけれども、まあ、これすごいいい作品だと思いますね。顔のところだけビニールでこう、ビニールをこう縫い付けてるって、写真で縫い付けるっていう作品なんですね。これ素晴らしい作品ですよね。はい。はいはいはい。まあまあ、これは。で、これはナゼさんの、これね、どっかでね、なんかね、骨董屋みたいな、そういうところで買って、
て、それにこうなぜとこう書いたと、こういう作品らしいです。はい、まあそんなところですね。あ、これなんか詩人のマーサ中村ん、そんな名前だったっけな、なんか詩人なんですよね。これは長嶋さんだと思いますけど、詩人が書いた作品、これ詩ですね、が置いてあったりとかするっていう感じですか。はい、でごめんなさい、これ、次の展示です。違うフロアですね。あ、だから、全部で6階7階建てかな、7階建てぐらいなんですけど、の中の4フロアが展示で使われてるってことですね。で4つの、まあ、企画があるっていう、そういう展示になってて、でソースアディット、アディットってどういう意味だろう。で、東京フォトグラフィックリサーチっていう、会社とかグループが、キュレーションしてるってことですね。で、まあ、これだけ、まあ、かなり多いですよね。はい、で、まあ、これは多分谷口くんじゃないかなと思うんですけど、これはまあ面白いですよね。なんかね、なんていうんだろうね、なんかまあいろんなものでできた人間じゃないもので組み合わせたものが人の形をして、こういろんな街の中を歩いていくっていう CG、 フル CG の作品です。でまあフォトグラフィックなので映像、写真とかが多いんですけど、こうまあネオンとかあったり、これはまあ、でこれ小林健太くんじゃないかなと思うんですけど、これ永田くんかな、まあこんな感じですね。僕は、まあ全部かっこいいんですけどね。このなんか六本木心中と、なんかこれをなんかスカジャンみたいなやつね、これすごい良かったですけどね。なんかね、全体的にかっこいいんですよね。かっこいいけど作品見るっていう感じじゃなかったんですよね、どうも。あ、でもなんかこの写真すげえいいな。こうなんか六本木のなんかこれなんかよくわかんない、なんかこのなんだろう、これ一緒にワインを楽しみませんかって書いてある。どういうことかよくわからないけど、こういうね、なんか六本木感があるようなないようなこの風景でいいですね。今気づいたけど、うん、だから今気づいたけど、俺あれだな、あのこの場所って六本木から近すぎるのかもしれないな俺。あのね、六本木駅から出てね、さっきあの俺小金町の時言いましたけど、あれこれね、街歩きしないんですよ。街歩きをするっていう動線が全くないのね。あの何通りっていうのか分かんないけど、あの本当にあの通り沿いなんで、建物がね。だからあのそのままこう建物に入って、そのまま帰っちゃったんですよね僕ね。あ、まあまあちょっとご飯食べたけど、でもそんな感じだったから、多分それが良くないのか、良くないっていうかかもしれないですね。今気づきましたけど僕、うん、だそう、うん、だからこれ、うん、これ写真撮ってる時に街、外の街に気づかなかったな、残念だな。それを見れ、そのことがもうちょっとこうキュレーションの中に取り込まれてたらもっと面白かったかもね。だから谷口くんのその作品はすごいやっぱり重要だったのかもしれない。その、ま、うん、街を歩いてないからね俺、街を歩くっていうことをやっぱりしなければならなかったのかもしれないですね。うん、なんかそんな気はしてきましたね。はい、なんかね、作品自体かな、なんかもあんまり面白く見えないかったんだよな、なぜかな。あ、この映像がやっぱ好きでしたよ。うん、あ、これが多分、これは展示の名前ですね。And yet we continue to breathe. あ、思い出した。石毛くんだ。石毛くんが多分、石毛くんって石毛なんて言うんだっけ。
ちょっと一瞬戻りますね。石毛くんも石毛健太だっけ？石毛健太だな。小林健太と石毛健太が、石毛くんが、石毛健太くんですね。確かキュレーションがこれは。And yet we continue to breathe で、これはどうでしょう。まあ、すぐパッと思いつくのは、やっぱり B、ブラック・ライブズ・マターの、I can't breathe っていうやつですよね。息ができないって言って亡くなったっていう、警察に首を押さえられてね。っていうことに、まだ俺たち生きてきてるじゃないかっていうことなのかなっていうふうに、まあ想像しちゃうけど、どうなんでしょうか。石毛くんもね、あんま喋れなかった。やっぱ俺、この時テンション低かったんだろうな。で、林千穂画伯 最近画伯。あ、ごめんなさい。これ千穂ちゃんに俺は怒られるな。これ映したら。だからすいません。千穂ちゃんのさ、林千穂さんですね、に、の写真撮ったんだけど、あんまりちょっと俺うまく撮れなくて ちょっとダメだ。ダメだって言って、消してくれって言われたけど、消してなかった。ごめんね、千穂ちゃん。許して。ちょっとだけだったから許してね。でも千穂ちゃんあれなんだよ。これ多分見るから言っとくけど、自分で自撮り送ってくれるって言ったけど、送ってくれなかったから、あれだよ。っていうふうに言っとこう。はい。で、最近は絵を描いてるんですね、林千穂。もともとはですね、もともとはっていうのもおかしいけど、大体メインは映像作品を作ってきた作家なんですけど、まあ、この彼女もまたブレイク前夜、落合スクリプカリアナと同じように、ブレイク前夜に出た作家で、そっちでも絵で出してたんですけど、まあ、そっちは映像も出してたけど、で、ブレイク前夜の動画の方で結構細かく説明したんですけど、まあ、本当に、まあ、すごく絵も、まあ、バリバリうまい作家で、すごく面白い作品なんですね。で、なんていうかな、このね、まあでもなんかいろいろ書いてますよ。千穂ちゃんは最近勉強してるんでしょうね、いろいろ。なんかこう、どういうことなんだろうな。これが一番元のやつで、あ、そうかそうか、これ今気づきましたけど、これが、こういっぱいこう、要するにこう子供を産んでいくっていうやつですよね。これ、なんて言うんだっけ、何算っていうんだ、なんとか数列、何数列だったっけ 俺、魔法だな。忘れちゃいましたけど、どんどん増えていくってやつね。うさぎがどんどん増えていくみたいな。乗数的に増えていくってやつね。で、なんだけど、これ逆転、だから、進化の過程で、こうやってね、まあ、これいろいろ淘汰されていくわけだけど、進化の過程で、どんどん複雑になっていくっていうふうに考えるのだけど、そうじゃないと。じゃなくて、逆にこう、こっちが進化の後じゃないですか。この下に行くほど進化の後になるわけでしょ。で、これが、ちょっと大きくする、これ。これが、逆転してると、こいつになるわけだな。こいつに だから逆転して考えると、実は、この一番初めの、生き物の中にいろんなものが含まれてるっていうことになるわけね。で、それがこのウィトルビース人体図ですね。ダヴィンチ、まあ、レオナルドの絵のようにこう重なってると、こういうことですね。で、多分こういうやつだっただろうみたいな、なんか勝手に想像してるだけでもね。はい。で、あとこれ鳥の進化みたいなのこれ書いてある これ どんな進化していくのかわけか。あー、でも子供の絵みたいに進化していくっていうことが面白いね。まあこういうのだけでもコンセプトとして面白いから、やっぱりでも、なんか映像との作品とのセットの方がいいよね。これも面白いけど、なんか鳥が好きなんですよね、彼女はね。はい。ということですね。はい。ちょっと次の作品見ましょうかね。なんかね、今回ね、なんかアクリルケースをね、作ってもらったらしいんですけどね、アクリルケースがね、作ったのはいいけどね、アクリルケースがめっちゃ汚れてんのね。いや、でもなんかそれがいいと思ったんだって言ってました。はい。はい。これも。
これが石木くんだと思うんですけどね。石木くんなんか土使った作品で作ってて、なんかね、土と機械みたいなのがね、一緒になったみたいなね、作品をね、作ってたんですよね。で、これは、方向球が、企画した、銀座24 Hours Scott っていう、なんていうかな、ビル、取り壊しのビルでなんかパーティーみたいなね、一日だけやったっていう時に作ってて、僕すげえいいなと思ったんだけど、それ。それとちょっと似てるけど、これちょっとごめんなさい、コンセプトわからなかった、六本木の山みたいな、なんか土みたいな、なんかそんなタイトルだったと思います、確か。これはでもなんか もっとこれを中心になんか組み立ててもよかったんじゃないかなっていう感じがするんだけど、でも俺今ふと気づいたけど、これってキュレーターが入ってないからやっぱダメなんだな、やっぱり。あ、ダメって言っちゃったけど、でもダメだと思うね、やっぱね、キュレーターとアーティストの仕事って違うから、うん、キュレーションとしてなんかこう、うん、どれもなんかバラバラですよね。やっぱそれは作品見づらいよね、当然。で、こんだけ作家いるし、うん。で、コンセプト違ったらやっぱり頭整理できないよ。知ってる作、で、また知ってる作家のなんか知ってる作品が多かったっていうか、そういう感じもあったしね。これちょっと誰かわかんないです。まあ、一応作品を撮ってるとかです。で、まあこれちょっと千代ちゃんのこれ行きましょうか。あのね、これはまああのゴッホのひまわりじゃないですか。でね、で自分が壺になってるわけですね。で、彼女が言ってたのは、あのゴッホのひまわりはある時私はあの自画像じゃないかと思ったことがあったんです。それでこの絵を描いたんですみたいなことを言ってたんだけどね。で、なんかすごい発見、なんか発見みたいな感じで言ってたのね、あのゴッホのひまわりは自画像だっていうのね。でもね、チョコちゃん、それ思うんだけどね、結構それベタな見方だと思うんだよね俺でもね、彼女の力強さってそういうね、ある種のそのベタな見方とかベタな考えみたいなことをね、にいちいち驚けることだと思うのよ。あのね、まあそれってやっぱりあの最強ですよ。あのね、単純なことに驚き続けることができるっていうことってすごい強いことなんですよね。で、そこからこう発想がこう飛躍、どう飛躍するかっていう勝負だから、うん、やっぱりあの、まあそういうところがやっぱり彼女の力だと思いますよね。まあで、これはね、ディテールを見ていただく、これはちょっと写真になかなか写らないけど、まあディテールを見ていただくと、あのその絵の具の使い方みたいなのもよく分かってもらえるんじゃないかなっていう感じがしますね。これはなんかあの写真、これはスライドショーみたいなんで見せている写真でしたね。あのポートレートでした。なかなかうまい作家だとは思いますけど、はい。でね、まあ、ちょっとこれ、これがね、山形一成の作品なんですけど、山形一成ね、これすごかったじゃん。これでもな、今説明しちゃっていいのかな。あのね、これね、いろんな映像なんだけどね、もともとはね、もともとは元のアイデアはインドネシアに自生してる草、これなんていう草だったかちょっと俺も忘れちゃったんだけど、これまだちゃんと水やりできるようになってたけど、この草から、この草についてやってるんだよね、の映像なんですよ。で、そこからアイデアを出していってるんだけど、これまあこれとか古 CG です実は。うん、だからなんかね、これはで向こう多分インドネシアで撮った映像なんですね。で、なんか歌がかなんか聞こえてるんですよ。だからちっちゃい公園のお祭りっていうか、そう、もうお祭りでもないのかな、なんかそういう感じの映像とかを組み合わせてるんですね。だからね、なんかね、あいつはやっぱすごいですね、山形一成くん。あ、山形一成
生くんを紹介するのは初めてですか？山形一生くんは、もう、まあ、芸大にまだいるのかな、の作家で、なんていうか、まあまあ CG みたいな、CG とか使いながらね、あのすごい何でもできる、あの自分では不器用だって言ってるけどね、あの作家なんですけど、彼やっぱりね、あの彼はあの本当に生きるとか死ぬっていうことにね、直で向かい合ってるっていう感じがしますよ、これで。僕のね、わからないところなんだけど、やっぱりね、物を作ってる時に、物を作るっていうのを CG とかで主にやるわけですね、彼の場合は。っていうことと、その植物みたいなものの性、植物の性ですね、ライフ、っていうもののつながりが見えてるんだと思う、彼は。だと思うんです。だからさっきのこう穴から見てたでしょ、この穴あったでしょ、これこれやばいやばいやばい、殺されちゃうかもとか、なんかこうあるじゃん。これ何かっていうと、このゲームなんですよ。何のゲームか分かんないんだけど、このゲームのをこう穴から覗いてるっていう形になってて、それをまあゲーム実況みたいな感じなのかな、これって。まあ喋りながらゲームやるっていう、そういうまあシークエンスがあるんですね。で、こういうものだから、まあ本当にこう、まあネットでもいいし、コンピューターでもいいけども、そういうところにあるライフっていうものについてね、と植物と、そして我々みたいなものの違いはあるんだよ、もちろん違うんだよ。だけどそのね、そこにね、こうライフによってアクセスするっていうね、ポイントがこういうね、こういう感じで見えてるんだと思うんだよね。本当にこう穴から覗くようにして見えてるんだと思うんだよね。だと思いますよ。これ、なんかね、これすげえことやったなっていう感じがするんで。だからね、山形君はな、もうちょっとな、だから俺、これをな、だからこれね、単発でバーンと見たかったね。もっとね、暗室でね、なんかね、でね、僕もね、ここにね、座ってね、見てたんですけどね、この人顔映ってないから言っちゃうけどね、この人もね、避けてくれればいいのにね。ずっとここにいるんですよ。なんかな、ずっと、しかもなんかずっとお話ししてんの。なんか明らかに被ってんのに避けてくれる。僕、ここに座ってるんですよ。避けてくれればいいのにね。まあいいや。なんかそういうの僕、ちょっとなんかね、まあいいや。だから後からもう一回見に行きました。だからもう一回写真ありますけどね。あ、でもなんか微妙に動いてくれてたのかな、これもしかして。はい、じゃあ次行きます。で、これ、ちょっと名前が、展示の名前ちょっと分かんなかったんだけど、これが西田くんの、西田編集長の、企画で、メスっていう、まあ、荒井武と谷川香苗の、2人組と、あと、方向球ですね、の展示になります。で、これが Q くんの作品で、これ iPad があって、で、まあ、iPad が、まあ、いろいろ喋ったりもしながら、こうこっちにこうインサイドカメラで自撮りみたいなことをやってるってわけですね。で、その上にこうペインティングがあるっていう、こういう作品ですよね。やっぱこれはやっぱいい作品だなと思いましたね。久しぶりに見ましたけど、昔 TOKIO アウトオブプレイスっていうのところでの個展で Apple っていう、展示でやった作品ですね。あ、これはまあちょっとこう置いてあったりした。で、これがまあ全体の、あ、ここに西田くんいます。まあ全体の、企画っていうかは、まあメスと西田くんがまあやってるんだと思うんだけど、そのテーマは、六本木のね、なんていう、ごめんなさい、ディスコか忘れちゃったんだけど、ディスコの、に、まあかなり大きなディスコ
バブル時代ねに、あったディスコで、なんかすごい真ん中にね、なんか巨大な、まあ巨大なんかものね、だからなんかライトとかだろうね、がこう、うん、吊るしてあるっていう、そういうこうディスコがあったらしいんですよ。それがドーンと落ちて、あの死亡事故が発生したらしいんですよ。でそういう事故があったらしくて、で、それを元に作ってる作品です。だからこうバーンとこう落ちてて、まあ、ここにこう ガンと落ちてるような状況になったっていうことですね。で、これはまあ Q くんの作品。はい。まあまあ、まあでこう、まあそういうその作品を元に作っているっていうことですね。とまあ Q くんがディスプレイ山ほど持ってきてましたね。まあ、これはだからディスコの風景みたいなものをこうちょっとこう映像化してるっていう作品ですね。で、その跡地にですね、お地蔵さんがあるんだよね。お地蔵さんが。で、そのお地蔵さんがですね、ポイントでして、どれで見るのがいいかな。まあ、これでいいか。これね、で、この、まあ、これちょっと分かりにくいな。すいませんね。ちょっともうちょっと引きので見ますね。これでいいか。ごめん、この、まあ、ここにすごいでかいディスプレイがあるわけですけど、その真ん中、だからまあターンテーブルみたいなのがあるところです。まあ、ターンテーブルみたいというか、ターンテーブルか、ここがある場所に、ローかなが、ローだったと思うんだけどな。が置いてあって、でここにこの辺からレーザーがね、ピョン、この光ってレーザーの光なんですよ。でレーザーがこう照射されてるわけですね。でこれでお地蔵さんをこう作っていくっていう作品なんですよ。でこれはね、僕ね、このね、落ちてるっていうことだけをその表現しただけだったら、その事件をなぞってるだけなので、まあ事件をその記憶させるっていう意味ではすごく重要だとは思うんだけど、まあ何ていうかな、その引用でしかないかなっていう感じがしたんだけど、でもこのお地蔵さんがあるっていうのはすごい重要だな、いいなと思いました。それによって良くなってるなっていうふうには思ったんですね。それどういうことかっていうと、その要するにね、さっきも言ったけど、まあずっと今日はその話をしてるんだけど、そのね、ディスコみたいなものっていうのは、やっぱりある意味で自分の意識吹っ飛ばすっていうことでしょう。体をもうガンガンに動かしたりとか、すごい音楽を浴びることによって、意識をまあ飛ばして、まあ、無意識の方を解放させるっていうかな、そういう作業をするっていう場なわけですよね。そこに突如として、あ、でもだから その体験っていうもの自体がある種の臨死体験だと思うわけね。だからその死っていうものは臨死として現れるんだけども、ただそれはその無意識っていうものが確かに現れてるんだよ。無意識を解放してるんだけども、それは結局はその肉体の死によってね、もう一回乗り越えられちゃうっていうかな。だから臨死体験なんだけど、臨死体験の上を行く死っていうのがあって、それは肉体の死なんでね、だからその物理的なものによって結局壊されちゃうっていうことなんです。でそれはあの何でも一緒だと思うんだよね。麻薬とかでも一緒だと思うのね。 LSD とかが意識を吹っ飛ばしてね、違う体験をするために、すごくこう多用された時代があったわけですよね。だけどもそれは結局は最終的には肉体の破壊みたいな形で帰ってくるっていうことだったりするわけだ。ですね。で、そこまではわかるわけですよ。だから結局はその肉体の問題なんだっていうところでいいと思うんだけど、その次にやっぱりその事件っていうものをどうやって記憶するのかっていう問題がある
出てくるという時に、結局残るものってまあ、死によってなくなりますから、肉体、まあ、肉体はなくなるという言い方もおかしいかもしれないけども、まあそうですよね、死にますから。じゃ何によって記憶される、物理的に残るのかって言ったら、お地蔵さんしか残らないんだよね。でお地蔵さんはめちゃくちゃ残るわけですよ。お地蔵さんぶっ壊して、お地蔵、まあ移動するとかはあるかもしれないけど、移動したところでお地蔵さんぶっ壊して粉々にするっていう可能性って極めて低いでしょ。だから最終的に残るのってお地蔵さんだけなんだよね。でそれだけが我々の意識と意識を解放していくっていうかな、ものとしてあり続けるっていうことだと思うのね。だからやっぱりお地蔵さんがなかったらこの展示は成り立たなかったというふうには思う。で それはすごく俺良かったと思うんですよ。そこまで言ったのは良かったと思うんだけれども、もう一度言うと、やっぱりそれも実際にあるお地蔵さんのコピーであることには変わりないと思うわけね。でやっぱりそこがすごくこう、やっぱりこう極めてこう、やっぱり引用だけになっちゃってるなっていう感じはどうしても感覚的にしてしまう、という感じするんだよね。だからせっかくその身体の問題とかに触れてるとはと思うわけですよ、とか精神の問題とかにね。でなんだけど、そこにジャンプがないって感じがするんですよね。のはね、やっぱりもう一つ必要なのかなっていう感じをしましたね。うん、だからやっぱり表層的なんですよ。そこの表層から奥に行く入り口っていうかな、のその次のステップっていうところはをまでは示さないといけないと思う、アーティストは。で一歩目の次までは示す、全てを示す必要はないんだけど、一歩目を示すっていうことはすごく重要だと思うのね。じゃないとやっぱり可能性無限に広がっちゃうからだと思うんですよ。でやっぱその意味で言うと、やっぱ方向球はやっぱ うまいなっていう、方向球のうまさはちょっと際立っちゃうんですよね。でそれどういうことかっていうと、彼は表層自体をテーマにしてるでしょう。つまり表面って、彼は絵画っていう言い方をしたりもするけども、その平面とかね、あるいはそのディスプレイみたいな、その極めて物理的なんだけれども、それをその中に表層、まあ、それを極めて表層的に扱うことによって、表層自体をテーマにするというかな。だから自分のその問題系をこう、なんていうかな、自分の作品がどうしても含んでしまう弱点みたいなものっていうもの自体をこう自分でこうきゅっと回収していくというかな、そういうね、ある種の自己、まあなんか再帰性っていうかな、を持っているっていうところは、やっぱり彼の強さだなっていうことはすごく思いましたよね、今回ね。まあそういうところはちょっと際立った気がするね。まあだから別に9個褒めてもあれだけど、そういうふうに思いましたね。やっぱまあまあ方向球はなかなか強い作家だなっていう感じはしましたね。はい。ただまあ新作ないんでね。まあまた新作見たいけどね。展示のされ方自体は面白いけどね。またね、新しいのも見たいですけどね。はい。というかね、まあそうなんだよね。うん、だからね、なんかね、純粋な新作みたいなのがね、あんまりね、ないのよね。あ、だから、これ、だから山形くんのやつを僕ずっと後を取ってるんですけど、だからね、ここから入るね。山形一世ね。で、さっき話した山形一世ですよ。で、こういうなんかね、すっげえ移動してる、まあ新幹線ですね、の中のにこうこの植物が写ってるって、こういう、でもこれフル C、 これもフル CG なんですよ。そうで、音なんだよね。音から入るんですよ。でこうやって耳のこの何、鼓膜まで行ってねえか、これな。耳の構造ってこうなってんの？知らないけど。
って耳栓してるんでしょ。で耳栓がクオーンと膨らんだりするのよ。でなんかこの辺の絵とかはね、もっと本当にあるのかな、知らないけど、なんかね、まあだからなんかね、本当にね、いろんなテーマをね、すべて包含しながらね、からもうこの、で、この隣にね、なんか これね、椅子があるんですよ、こういう、これ透明な椅子で、なんだけど、このね、椅子がね、2つしかないの、2つ。なんだけど、1つは、この、こいつが座ってるわけ。この生き物が。だからね、2人で見るんだけど、ね、っていう作品なんですよ。すごいと思う。そういう彼と一緒に見るんだよ。で、まあこれゲームのところにまあまた戻ってくるわけね。まあで、まあシークエンスっていうかね、そのなんていうの、カットじゃないね、まあシークエンスね。でとしては、まあ4、5個ですよ。そんなに長い映像じゃないんですよ。まあと言っても長いか。でも10分ぐらいじゃないかな、15分ぐらい、まあでもね、まあそういう、まあそうですね、だから生きるとか死ぬとかっていうことをね、こういうふうに考えてるのはやっぱり、なんか見えてるんだよね、彼にはね。だから山形一世の古典を見たいね、やっぱりね。彼古典やったことあんのかな、これやっぱ山形一世は古典で見たいですね。ワンコンセプトでどういう風に見せるかっていうのは、まあぜひ見たい作家ですね。まあそんなところですね。はい。ということで、ただ、なんていうんですかね、まあいろいろ話しましたけど、まあやっぱ作品、まあ展示としてっていうか、まあ面白いよね、面白いですよ。やっぱなんていうかな、やっぱ見るか、行く価値はあると思いますよ。なのでぜひ行ってみてください。知らない作家が多ければ多いほど楽しいんじゃないかなとは思うんで、ぜひ見てください。ただそうだな、まあ僕もなんかこう見返しながらいろいろ考えれてるので良かったですね。はい。まあそうですね、だからこの後どうなるのかっていうのを楽しみにしてます。ちょっと2回目以降の展示、僕話全然聞いてないので、それまあやっぱり行くと思いますよ、僕も。なので、今後の展示を楽しみにしております。ということで、ANB 東京エンカウンターズ、まあたくさんの作家たちということでした。はい。以上になりますね。はい。ということで、以上で、